では30分、ファジアーノ岡山のシーンです。立ち上がりはファジアーノは結構攻め込んでいたシーンが多くありました。この田中総一の仕掛けは素晴らしかったです。中にクロスを送って、そして田所のボレーシュートを詰めたのは三村でした。いや本当にこの右サイドの崩し、個人での突破というのが前半から目立ちましたよね。そうですね。そして早いスタートから42分、ミトホーリーホック、小沢からこのボールを出した橋本が猛然と上がっていきます。その橋本の右足のシュート、まあ、本当70メートル走ってます ね全力で、はい、はい。そしてさらにこの橋本の泥臭さ、もう一つご覧いただこうと思いますが、この近藤が右で起点を作って、そして仕掛けておいてからのクロスにダイビングヘッド、危険を顧みずに飛び込んでいきました。そして後半です。失礼、47分アディショナルタイムのシーンです。瀬能が右足でシュート、ミートはできなかったんですが、ただポストを叩いたというシーン、非常に惜しいシーンがありました。そして後半です。59分の水戸、左サイド、この鈴木のキープをご覧いただきます。そこからチャンスを作って小沢司に預けてシュート、この辺りからだいぶ鈴木孝之のこのキープが目立ってきました。そして63分には岡山、右サイド、この田中の突破、そして中央というシーンでした。いい突破でしたよね、ここね、本当に田中はね、はい、今日は迷いなく仕掛けていきました。そして水戸放流ホックは73分です。この鈴木のキープ、鈴木孝之のキープにそのまま抜いていきます。そして中和光から最後橋本浩二、いやよく決めましたよ、決して和光のボールは丁寧なボールじゃなかったですから、はい、あのスピードのボールを同サイドの左足で振り抜くあたり、やっぱ技術の高さを感じさせるシュートでしたね、うん、もう打つことしか考えてなかったって本人言ってましたね、はい、そのイメージがないとやっぱりあのパスをワンタッチでは出ないでしょうね。そうですね。そのシュートが決まって1対0と水戸が先制。そしてファジアーノも後半攻め込むんですけれども、なかなかゴールが遠い中で最後このシーン、鈴木隆史、これ決定的でしたね。これは決めてもらいたかった影山監督ね、はい、結局1-0、いわゆる宇野ゼロゲームということになりまして、水戸ホーリーホックがファジアーノ岡山を下したという試合です。